おはようございます。おはようございます。今日はですね、はい、AV 検索酒クイズというのをやりたいと思いまして。AV 検索酒クイズ。はい。ファンザお好きですか？ファンザ大好きです。ファンザでですね、はい、検索するときあるじゃないですか。ありますありますよ。あそこ何打ち込んでも作品出てくるんですよ。出てくるね、確かにね。はい、全部のワード多分あるよな。ありますよね。プロレスって入れたら、あ、出てくるだろうな。多分出てくると思うんですよ。全部出てくるよね。はい。おなので、西川さんには、おこう、うまいこと、おヒットしない言葉を見つけていただきたい。なるほどね。ただし、固有名詞はダメです。うん、なるほど。福山雅治は出てこないので。本田圭佑とか。本田圭佑とか出てこないので。それは出てこないわな。固有名詞はやめてください。前田丸子だったら出てくるけどな。はい、多分危ないやろ。前田丸子って入れたら多分出てくる。出てくるかもしれないです。出てくると。まあ、みたいなことなんですけど、なるほどなるほど。ただそのまあいっぱい言ってけば、はいはいはい、いずれそんなにぶち当たるので、なるほどなるほど。一応間違えたら、うん、電気を流させていただきたいなと。なるほどね。まあ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 、で、まあ、ゴールとしては、うん、3回連続、うん、ヒットかからないだったらあ、なるほどね。はい、まあ、一応ヒントなんですけども、うん、タイトルだけじゃなくて、うん、下の概要欄でも引っかかるので。あ、そうなんだ。概要欄に入ってるワードでも引っかかってくんだ。はい。はあ、なるほどね。お気をつけください。わかったわかった。じゃあ、3回検索件数0件が出ればいいってことね。はい。オッケー、全然いけると思う俺。では、よろしくお願いします。おじゃーす。オッケー、行こう。じゃあ、まず、順番とです。一ワード目、どうしますか？ちなみに、普段、何で検索するんですか？普段はね、うわぁ、俺最近 e スポーツあんのかなe スポーツ調べたら出てきたのよ。あー e スポーツで一回調べてみて。まあ、これ脳幹のやつ、これ脳幹のやつで違ってたら電気流れます気をつけるこれはそのエキシビションの e スポーツ。はいはいはい、 e スポーツね。あー、めっちゃあるね。めっちゃあるよな。めっちゃあるんだ。7タイトル、そうとしまして、タイトルは全国大会で優勝した学校の e スポーツ部、うん、校長の一声で最高級の VR セットを買ってもらったが、その機材にはパンチラ盗撮のためのとんでもない裏機能が隠されていた。あんだよな、ヒットすんだ e スポーツ。 e スポーツ部の、うん、まあエッチなエッチな感じのやつね。感じですね。ミルワーム、ミルワームミルワーム、ミルワームないだろ。ファイナルアンサーですか？これファイナルアンサー絶対ないと思う俺。ミルワームって何ちゃう？ミルワームって爬虫類とかにあげる餌みたいな幼虫っす、ね、ゴミ虫の幼虫だね。ミルワーム、ね、いや、グロいもんだって見たくないもん。ミルワームの AV ありました。あるー、痛い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 。概要欄にあるんだけど、ああ、まあ、タイトルは、ああ、ゲテモノ食い昆虫トランスで、ゲテモノ食い昆虫トランス、まあ、で映像作品だよね。映像作品です。で、もうだから昆虫をいっぱい食べるっていう女性というかの、あ、昆虫食だ。そのびっくり人間系ですか。本作ではカブトムシ、ゲンゴロウ、スズムシ、ミルワームなど。お、あと1個あと1個などにずれ込んでくれてたら、咀嚼音とともにバリボリと、噛み砕き男のザーメンを添えてごっくんと。タンパク質取りすぎだろそんなの。ラストは大量の生きたゴキブリにまみれながらのセックス。映像として本当にあんじゃん。いや、そう見て見てかそうなの。気持ち悪い、あいつあいつやっぱ変態なんだな。見てこれ、ミルワームあんだ。じゃあやばいよ、本当に離れないといけないです、エロから。うわぁ、一番エロから離れたとこ行かなきゃダメだ、はい、エロから離れたとこ。ミルワームもだいぶ離れたと思ったんだけどなあんだよな。カバディ、カバディ、おお、カバディを AV にしようなんてことはないよ。マイナースポーツ、マイナースポーツ、カバディパロディ AV なんて絶対ない。サッカー、野球とかももちろん 100% あるけど、サッカーなんてお前
なんかワールドカップの時スポーツバーにいる女の子とはエッチみたいなそのすごい派生作品まで作られちゃってるもん。カバディであるわけない。カバディないだろう、絶対ないだろう。ありました。あるカバディもあら、いやいやいや、あるのカバディ。これのタイトルは、うん、周知、周知氏の周知、うん、周知男女社員合同全裸 OL 健康診断七瀬より編なんですけど、これはだから概要欄にあって、25歳本社受付、好きな食べ物ネギタン塩マッコリ、趣味カバディ。そんなとこで引っかかんのか。なんだよ。子が主人公でか。あ、なるほど。その主人公の設定として趣味カバディ。趣味カバディが入ってきてんだ。マジ？惜しかったね。モルックは、モルック、モルックいきますか。あ、でもモルックはさらばさんのイメージもあるし、あるか。どうします。いや、モルック行ってみようよ。ないと思う、地味すぎるもん、AV にするには、絵が。モルック、検索結果、なし。おお、モルックない。モルックないわ。よし、来た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 。モルックありそうだけど、ありそうだけどな。そのマイナースポーツの中でメジャーな気質してたけど、はい、そうだね、芸人会話だけ。確かにそうかもな。モルックないか。新春会話3回連続なんて。確かにな、こっからなのよ。うわー、どうしようかな、次一個な、正解しちゃったからな。ペリカン。おペリカンどうよ。いや、ペリカンないと思うよ、俺。その AV にするにはやっぱそのエロさがない動物いる。カピバラ食べちゃうぐらいしかないもん。あるあるとして。ペリカンは、ペリカンは絶対ないと思うね。マジで。ペリカン検索結果ありです。ありだ。ペリカンはあるの？ありますね。なんで？これ概要欄にあるんです。概要欄書いてる。女性の名前が響きちゃんという設定のね。はいはいはい。水族館に来てくれたのは響きちゃん。大きな目がクリッとして可愛らしいんだけど、それ以上に全部が女の子って感じで、ついつい撮影を忘れて楽しんでいました。いざホテルに入ると、さっきまでペンギンやらペリカンでキャッキャキャッキャッ。なんだよ、水族館行ってペリカンで喜ぶなよ、あんまり。キャッキャキャッキャしてたんだ。アザラシとかもっとなんか、イルカとかラッコとかもっと分かりやすいのよ、喜べ。そこに入ってくんのか。ペンギンやペリカンで。デートスポット周りも危ないですよね。確かにそうだな、ね、入ってきちゃうんだ、趣味とかになるやつって。アザラシとかでいいけどな、絶対。ねえ、本当は。うわ、なんだろう、スズメバチは。スズメバチ、スズメバチ、スズメバチ。いや、害虫駆除系あるかな。いや、あるな、虫だもんな。あ、確かに。いや、でもスズメバチとの絡みなんて死ぬぜ。ないだろ、死ぬもんだって。スズメバチ毒あんだから死ぬよ。スズメバチ検索結果あり。あり。こちらも概要欄に、スズメバチの駆除で呼び出された僕。あ、なるほどな。導入としてあんのか。あ、なるほどね。で、あ、そうですね。一件だけでも。このいや、2件あるね。2件ある。うん、これも概要欄で、10年前にスズメバチのフェロモンから採取した媚薬を飲まされあ、結構コミット設定のやつが半ば、まあそれでなんか、まあ、うんぬかむんというか。ああ、なるほどね。講談は講談。講談。なるほど。いや、でも流行ってるからあるかな。講談師の神田、神田伯山の講談。講談師まで入れようか。講談師。講談 AV にするんだったら落語 AV にすると思うんだよね。講談師検索結果ありませんでした。おーし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 。ないね、まだ講談師。講談師ないね。オッケーオッケー。渋い職業。ちなみに落語は、うん、確かにあるね。落語あるよね。おー、もう読み通り。オッケーオッケーオッケー。講談はやっぱまだ来てないよ。落語は、あ、うん、落語あるわ。いっぱいある。めっちゃある。落語いっぱいあるよね、やっぱりな。これあと2よ、2。あと2です。あと2かー、いやー、どうしよっかなー。講談、
いいね、に行きましょう。明治維新とかですか。じゃあ一回明治維新で調べてみる。これも検索結果に入れなくていいから。これはあの西田の回答じゃなく、そうそうそう、回答じゃなく明治維新あります。あるです明治維新もある。もうなんかやっぱ設定ものの、なるほど、時代劇というか時代劇、そうみたいなことだ。なるほど、うん、明治維新編だから。まあもう全部は全部あるわ。江戸編。マジかよ。いろいろあるわ。てかお笑いの専門用語でも。ああ、専門用語っていう。確かにね。切り口ね。センターマイクは。ありそうだな。ありそうだな。どっち？提出？どんなんですか？あるとしたら。いやでもね、なんか前あのアメトーククラブのなんか AV 大好きサミットみたいに出た時に、コンお笑いコンビの設定の漫才をやる AV があるっていうのは見たのよ、うん、ってことはやっぱあるな。センターマイクはあるか。暗転板付き。でもあって、暗転板付きはなんていうの、専門用語すぎる。なんていうの、いや、あの、いや暗転か板付きじゃない、暗転板付きってなんていうの、そっちにします。なるほど、2個あるってことね。板付き、板付き、うん、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、板付きないだろ。板付きね。板付きって舞台用語すぎるもん。板付き、対策結果なし。おお、あと1個。ちなみに暗転だったら、あった暗転は、これはちなみに、ちなみにのやつね。暗転はあります。ある、やっぱり。これどっちなんだろう、そのでも舞台用語じゃないんじゃない。暗転はまあ暗くするって意味であんのか。なんとかの日常が暗転するみたいな意味でってる。なるほどなるほど、そういうことね。板付きだけは舞台用語でしか使わないからないんじゃない。なるほどなるほど、これ来てるね。これあともう一個だ。はい、リーチです。講談と、講談師が今板付いてる。講談師って板付かないだろ。講談師って珍しい。全員名店飛び出しだろ。珍しい、安定板付きの講談師。板付きの講談師見たことねえよ。びっくりするな。講談師、板付きにつながる言葉だったら、うん、これなんかストレートフラッシュみたいな役をあげるわけ。いや、私狙いたいな。お笑い系のね。ボボよ、好きなサンプル見してあげる。嬉しい、ちょっと嬉しいけど。講談師で板付きでしょ、うん、あと一応考えてみたら、その後、うん、どう一応とそのこのゲームなしで、はいはい、その後何が起こる。講談師が板ついて、講談師が板ついてでしょ、ドンチョ上がったらもういる。ドンチョドンチョ行く。いやでもドンチョ、でもここでミスったらもうドンチョは板つきより有名、ちょっと有名。出囃子は、あ、出囃子ね。出囃子、出囃子あるかな。これまだ調べてないから。ドンチョ、ドンチョはでもその舞台を、それなんか演劇とかのそういうところを舞台にした AV だったら可能性あるよね。ストリップとか、ストリップとかもありそうだよね。ドンチョ概要欄に入ってきそう。調が閉まった途端にとか、そうみたいな。そうだ、出囃子の方がないんじゃないかな。出囃子はマジで、うん、出囃子がかかる人ってそういないもんね。そのさっきの漫才の AV があるとしたら、いやでも出囃子は AV はそのちゃんとした曲使えないじゃん多分。はいはいはい、そのウルトラソウル流さないじゃん多分、はい、出囃子に選んだとしても、うん、ただ出囃子をそんな重視してないと思うんだ俺。出囃子、出囃子、出囃子で行こう。お笑い、お笑い三連単で、お笑い三連単で。いや出囃子ないと思う、ないと思う、マジでないと思う。出囃子検査結果出ました。結果なし。おお、ない、出囃子ない、きたー。おめでとうございます、クリアです。出囃子なかった。出囃子はないや、出囃子はないね。ないんだやっぱ。出囃子ないよ。そうだ、ちゃんとした曲使えるわけないんだから。なるほどね。出囃子はないよ。よく頑張りました。ドンチョはちなみにどこ。ドンチョは、ドンチョもないね。あ、ないんだよ。ドンチョもなかった。じゃあ結構お笑い、お笑い舞台関係いけたんだね。センターマイクは、
あ、センターマイクもない。ないんだ。じゃあお笑いがピンマイクは。ピンマイクもない。お、ここが攻めどこだったんだ。漫才はむっちゃう。ガヤ、ガヤはガヤ、ガヤ、いや、ガヤはなんかガヤガヤとかであるんじゃないですか。あ、そうか、ガヤガヤとしむっちゃうわ、ガヤは。あるんだ、うん、短いと入っちゃうんです。あ、やっぱワイワイガヤガヤと入り乱れて盛り上がるがあるんで。ワイワイガヤガヤ入ってですか。ワイワイガヤガヤ。なるほどね。ラジオネーム、ラジオネーム、ラジオネーム、ラジオネームある。ラジオネームない。あ、ない。ないんだ。まだじゃあラジオ KAV はまだ行ってない。ここだから掘りどこだろう。あ、深夜ラジオはでもある。なるほどね。DJ バイの爆乳オンエアがある。面白そう。やっぱ面白そう。これがもっとジャンルとして超えてきたらラジオネーム入ってくるよ。なるほど。お笑いブームだったらやっぱそういうのも増えてくるんだろうね、うん、今後また。なるほどね。じゃあちょっとまた、よし、いけた。機会があればやりましょう。これでも楽しいね、はい、ちょっと皆さんもこの言葉なかったよっていうのがあったらコメント欄などに書いておいてくださいね。汚さないでください。この言葉はゼロ件でしたって言葉があったコメント欄の方にお願いいたします。最悪の。チャンネル登録、高評価も通知もオンにしてくださいね。今よっしゃ。